はいどうも、妖怪三国志国と領図今回もやっていきます。今回ね、お知らせにもうメンテナンス情報が来てまして、次がイベントがね、討伐戦のようですね。そして新規ガシャの開催ということで、はい、一応次のイベントね、ちょっと予想というかお話をしていきたいなと思います。一応ね、私個人的にはスピーチ姫は、今後のスコアタとかね、あと討伐選手、いろんなイベントで光栄が活躍するイベント、妖力が活躍するイベントで必須になってくると思うので、まあ次のイベントも大事なんですけど、取れる人取っちゃって個人的にはいいと思います。はい、みんなね、スコアタで上位には必須だしね。はい、そんな感じですね。なんで花嫁つくよみですら未だ使ってるもんね。ということで、まあ、いける人は残り少ないですけどね、いっちゃってんじゃないでしょうか。で、一応討伐戦といえばね、そうです、皆さん、滅粒子イベントですよね。ただ、この前ね、京都イベントで竜神帝をやってしまいましたと。で、源流がね、復刻してて、討伐戦ってここ最近だと、この前でねシリーズ終わってしまいました、方針演技か滅粒子のイベントが来てて、その前はね源流だったんでね、討伐戦だったのに京都イベントでも復刻しちゃったということで、だもしかしたらワンチャン討伐戦がもしかしたら滅粒じゃないかもしれないんですけど、もうね竜がね歴代のボスになってて、まあ、ここではね、方針演技になってて、でここではね、炎竜と、白駒かな、はい、なってるって感じでしたね。で、将棋も昔は討伐戦だったっていうことで、まあ、最近の将棋はね、討伐戦というよりランクアップイベントになってるんで、まあ、これはあれだね、陽戦だから、なんだっけ、方針演技だね。で、討伐戦、あ、これ学園 Y だね。という感じで、まあ、討伐戦ってね、非常に消耗の激しいイベントになりますが、これはダッキーさんで、これで正月、これは2021年まで戻っちゃいましたね。はい、こんな感じで、そっか、これ無課金サブアカの方だから、ちょっと過去のがねえんだ。びっくりした。はい、古いのが、最近始めたんですよね。前はね、4周年とか 4.5 周年とかの10連ガシャ無料の時しかログインしなかったんですけど、このアカウントね、4周年からね、ちょっとあまりにもね、無課金だからダメだっていうコメントが多かったんで、ちょっと無課金でもやってみようということで、4周年から始めたアカウントなんですけど、そうですね、源流が来てて、まあ、討伐戦、そういう意味だとペースはなんか落ちてる感じしますね。討伐戦の次の、時は必ずでって言ってもないか、ログインボーナスがね、プレミアムが、いつもプラチナに行けるっていうね、討伐戦があったイベントの次はね、っていうぐらい、まあちょっとね、まあ消耗の仕方もあるんだけどね、はい、というわけで、討伐戦ということで、一応ね、予想もしたいなと思います。で、超ガシャは、この前もね、共闘イベントで竜神帝だったけど、9尾だったかな、はい。あれだったんですけど、でこのねストーリーがあるので、だからね、本当だったらリュータとかが来てほしいし、順番的にはね、イベントの順番的には竜神帝が来ちゃったので、竜神帝といえばこの前ね、プニプニで復刻でやってましたけど、復刻というかあれが、そのリュータたちの前の時代の話やってましたけどね。なんでボスとしては黒竜が一番今までの流れだと来るのかなっていう感じはするけど、どうですかね。で転生もそうですね、この前フェス妖怪、スピーチ姫が初めてのフェス妖怪が来たので、まあなんとなく、まあスピーチ姫じゃなくてもいいので、レジェンド、レジェンドなのかなっていうね。で、前衛の後衛のバフが来たんで、
今ちょっとねあまり盛り上がってないので、盛り上がってないって言ったら失礼か国取りとかもねちょっと消耗激しいぞって評判悪いんで、あんま盛り上がってないから、私ワンチャンねブルジョワジーちょっとね来てほしいなと思ってます。目玉妖怪をバンバン出して、はい、人気復刻。あ、でもあれか、ちょっと連続で目玉妖怪来るとちょっとあれか、チケットがもう私なんかこの無課金サバカのがないんで、ブルジョワジーとか来ちゃうとちょっと困っちゃうんだけど、はい、あれですね、スピーチ姫ゲットするためにかなり超過車チケット消耗してしまったんですけど、ブルジョワジーかな、ブルジョワジーを予想したいかなと思います。だからリュータとか本当はね来てほしいんですけど、ストーリーでねなんかイベントキャラっていうかそういうのが多分なさそうなので、ちょっとストーリーの縛りがある以上ちょっとね、なんかイベントキャラでなんとなくレジェンドっぽいなって感じはするんだけどな。ブシニャン、ラストブシニャンはもう来たから、次はブシニャン、もしくはブシオとかね、なんかそんな感じ。やっぱり今ちょっとね、ちょっと8月9月に何もしなかったっていう、それのちょっとツケが来てるのか分かんないんですけど、はい、ちょっとねイベント妖怪だけは、イベント妖怪じゃない、超過車妖怪はちょっとスペシャルが来てくれたら嬉しいなっていうところですね。であとはちょっともういいやあとはイベントはもちろんね討伐戦なんで、またねまたはないのか、もう最近ないんだっけ、できたらね、またナタがこの前のなんちゃら箱みたいな感じで、はい、復刻してくれるといいなと思いますね。やっぱり命中ダウンっていいな、今回思ったんですけどね、命中ダウンがあるとやっぱりこういうちょっと豪傑でねスコア100万取りに行くときもやっぱ命中ダウンがあるとやはりいいなという感じがしましたね。で一応今豪傑と勇ましと本当は不思議で勇気で純真がポカポカがまだ来てないんだけど、一応今ニョロロンまでのリュータは来ていますと。で一応小生かで、リュータがでシュウは来てますと。でポイッとリュータはあれ、私一応リュータコンプしてんだけどな。あれ勇ましじゃなかったっけ、あれ、あ、これ無課金サバカの方だ、持ってねえんだそうかそうか、思い出したなんでこっちの方で見ちゃったんだ、そうか持ってねえんだ、そうかこっちはニョロロンの転生リュータは持ってないのか、はい、なんでちょっとそうか無課金サバカの方持ってねえんだ、なんで残念なんですが、はい、まあね風流も強いですし、遠流ね、遠流と支流はね小生最強クラスと言ってもいいぐらい強いので、今回ね今龍神帝か、龍神帝もいいじゃないですか、龍神帝も良くて、ちょっと龍神帝からテイスト変わっちゃったんですけど、豪傑とウスラガでね、紫龍たちの時代はよいしょ、あれそっか、これもあれか、もうひょっとして無課金サバカだから持ってねえのか、遠流持ってないんだこのアカウントはそう、紫龍ね超強キャラなんで、ちょっと遠流お見せできなくてダセーなあれなんですけど、はい、そう遠流の時代やってなかったんだよね。なんで風ダメージ、攻撃速度ダウンと風属性ダウンとかこういうのがね吸収パターンかな、黒竜は多分吸収とかだと思うので、まあ多分ねボスはね黒竜だと思うんですけど、もうそろそろね竜神応援魔とか総竜神竜とか、すごいいいキャラねいっぱいいるし、オロチシュウのクローンもねプニプニだと強かったね、なんで
まあ、あとはね青年期黒龍とね今の龍神帝の白龍時代の青年期をね一応この前プニプニやってましたんで、まあなんていうんですかね、次々に新しいパターンのイベント、妖魔人とかねニャーサーとかいろいろ来ちゃうんで、まあちゃちゃっとね強キャラいっぱい出しちゃってなんか滅龍者年内で終わりとかそんなんでもいいのかなと個人的には思うんですが、はい、皆さんどんな予想しますかね、よろしかったらコメントなどで教えてください。リュウタがボスでも私は個人的にはもういいのかなと、だからもう討伐戦もう前半戦が勇気で後半が純真でもう不思議ポカポカでいいのかなとで最、うん、まあ、最近ちょっとあんまりやってないけど今のボスがね風味が不気味だから、そうだね、不気味が活躍できる豪傑勇ましいだから、総竜神リュウタまで行っちゃうとあれだよね、勇ましだよねあいつ、違ったっけ、そうなんだよね、なんかあ違う違う、総竜神リュウじゃなくてなんか王子様みたいなリュウタ何言ってんだよ、はい、あれそうだ、竜神覚醒リュウタだ、竜神覚醒リュウタリュウタ、あそこまで言ってくれると勇ましなんで、もうそれでねもうボスリュウタでいいよっていうね、ただまあちょっと黒龍かなっていうね予想しつつ、はい、討伐戦次みたいなんで、まあ、私はね宝珠大事にちょっとねフェスガシャでかなり宝珠なくなってしまったんで、ちょっと宝珠大事にといきたいなと思います。群馬神ガシャはこのままステイで、はい、妖怪ガシャが来るって感じかなという感じで、次のイベントね討伐戦なんで、はい、最近やってないんで初めての方もいるかな、はい、なんでその辺は私に再生リストがありますんで、よろしければねあれですね、 4.5 周年から始めた人はジョカでね経験してるかな、あそういう意味だとあれだね、ジョカの復刻とかがあるかなっていうところですね。今回ほんと回まで100万出すのすごいクソ苦戦しましたんでクソじゃないよ、だからなんかジョカね、うん、この辺の復刻してくれるのかなっていう感じですね。まあちょっと討伐箱は私そうこういうスコアタとかになったらね転生箱ね、そう私ジョカね、うん、ジョカどうしようかなと思ってんだよ、未だに思ってんだよね、うん、ジョカにぶっ込むか、そうこの源流にぶっ込むか、ナタにぶっ込む、あ源流はいいんだ、ナタにぶっ込むかというところでね、はい、なんでまあちょっと源流が共闘でね復刻されたんで、もうちょっとさすがにそこの復刻はないと思うんですけど、はい、そんな感じでまたね絆箱多分復活すると思うので、ちょっとね、うん、これは違うね、その辺もちょっと見て様子を見たいなと思っております。そうかこれあれだ、無課金サバカの方だから中身が少ねえんだはい、すいません、じゃあ今回はこんな感じです。次は討伐戦みたいなんでね楽しみにしたいと思います。ガシャは何ですかね、もうブルジョアジーと予想しましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、あーでも連続でいいの来たら困るんだよな、誰がいいかな、はい、またお会いしましょう、さようなら。そうだレジェンドとも言ったな言ったもん勝ち。